自分がどのレベルにいるのか、自分の指標を測るっていう意味でとても役に立ちました。ウェザーマップには合格発表が3月の中旬だったんですけど、そこから2、3ヶ月後の5月の下旬に所属になりました。今は原稿を書いたり、映像の編集をやったり、番組のサポートやったり、最近 YouTube も始めました。やっぱり問題の質というものが本番に本当にそっくりで、例えば問題用紙でもちゃんとミシン目が再現されたり、ここまで再現もされていますし、難易度としてもとても本番に近いものだったので、それが返ってきて点数が分かると、自分がどのレベルにいるのか、例えば合格ラインにいるなとか、あと何点足りないなっていうのが分かったので、自分の指標を測るっていう意味でとても役に立ちました。一般専門を勉強している時はマークシートだったので大丈夫だったんですけど、実技はやっぱり記述ということで、こういうふうに回答返ってきた時にしっかりと記述の部分丸付けされるので、どこが加点されたか、どこが減点されたかっていうのが分かりやすくて、どうしても自分で過去問の勉強をしているとこれでいいのかなって、この記述で合ってるのかなっていう不安なところがいっぱいあったんですけど、こういうふうにしっかりと点数をつけてくれると、あ、ここ良かったんだな、逆にここダメだったんだなっていうのがより明確になるので、そこは勉強をする上でかなり役に立ちました。気象報士になってどうなりたいかっていうのも勉強しながら考えていくと、それはモチベーションになると思うので、こういう仕事がしたいなとか、まだ受かってなくてもいいからこういう仕事をしたいなとか、こういう気象予報士になりたいなっていうのを思い浮かべて勉強すると、よりなんだろう、自分の身になったり集中できたりするのかなっていうふうに思うので、そういうふうに取り組んでもらえるといいかなって思います。